1969年のコース1969年のルマン24時間レースは37回目のルマン24時間レースであり、1969年6月14日から6月15日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた。ポルシェは総合優勝を明確に目標とし、新型で大廃棄量の917を持ち込んだ。出走したのは45台、14時スタート。 バレー先にドライバーが自動車に駆け寄り乗り込むや、いなや飛び出していく中で、まだ24歳だったジャッキー X は、ルマン式スタートの危険を避けるためにゆっくり歩いて、フォード GT40 の6号車に乗り、シートポジションを確認し、シートベルトを装着し、精神的に落ち着き、他の44台が走り去った後に出発した。この時も最初の周回中に、 ポルシェ917を先頭にトップグループがホームストレッチに流れ込んだ頃、ジョン・ウルフが乗るポルシェ917の10号車がオーバースピードでメゾンブランシュを曲がりきれずに土手に突っ込み車両は猛火に包まれてジョン・ウルフは死亡した。これを避けようとしたクリス・エーモンが乗るフェラーリ 312P の19号車も燃えるガソーリンをマシン全体に浴びてクラッシュ。 幸い無傷で脱出できたもののレース続行は不可能であった。フランクガードナーノのノールフォード GT40 の9号車もラジエターを焼かれてその修理で長いピットインを強いられた。ポルシェ908の23号車で任意を走行中だったウドシュッツは遅れていたポルシェ908の64号車とデッドヒートを演じクラッシュしてリタイアした。その後十四号車は次第に 周回遅れを取り戻してトップ争いに加わっており、結果から見るとこのためにポルシェはほとんど支中にしていた初めての総合優勝を逃したことになる。11時10分、ジャッキーイクスの6号車は先頭を行くポルシェ908、64号車を交わしたが、給油のためピットインし、64号車の45秒遅れで6号車はピットアウトした。 11時28分に64号車が給油のため、ピットインする間に6号車が追い抜いたが、ポルシェの給油とドライバー交代も素早く、6号車のわずか9秒遅れで64号車はピットアウトした。その後14時のゴールまで約2時間、わずかな差のままレースは続いた。感想は14台。ジャッキー X、ジャッキーオリバー組のフォード GT40 マーク I。 6号車が 4997.98km を平均速度時速 208.250km で走り優勝4連勝を達成した。これはこの後ルマンサイ多勝車になるジャッキー X のルマン八勝利である。2位のポルシェ908、64号車との差はわずか 130m であった。ありがとうございます。